時代は違えど、あの頃僕らは勇者だった。うん、とにかく早く帰りたくて。校長。あ、はい、すみません。あの時ばかりはルーラが使えたらって本気で思ってた。使えたらいいよね。早く帰ってやりてー。もうちょっとが止まんないんだよな。だよね。でも後で痛い目を見る。何やってんの。昨日寝てなくて。時には我慢も必要です。授業中も冒険してた。それ大人になっても変わんないから。全部書類できてんのか。あ、いや、今やってます。教室には勇者がいっぱいいたよね。こっちは魔王だよ。ごめん、あと5分。お母さん食べちゃうよ。ちょ、本当に俺の分残しておいてよ。いやよ。ちょっと電源借りるね。あ、勇者はくじけない。でもたまには勇者だって泣いていいでしょ。よし、僕らは夢中で勇者ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて、7月29日発売。ネクロゴンド地方の大昇格、しばしば痛恨の一撃を出してくる。こんにちは。さあ皆様、ようこそドラゴンクエスト11カウントダウンカーニバルへ。ここからのお時間はですね、ドラゴンクエスト11スペシャルステージお届けしていきたいなと思います。司会のジョイです。よろしくお願いします。すごい。あ、ユージじゃないです。違います。お客様、ジョイです。お願いしますね。すごい、上もがっつり奥まで4階の方までいますね。よろしくお願いいたします。はい。さあ、ドラゴンクエスト11カウントダウンカーニバルというのはですね、7月29日の、土曜日発売のドラゴンクエスト11の試遊体験を中心に、皆様に発売までを楽しみに待っていただこうというために企画されたツアーでございますけれども、そのツアーの最終場所、東京にやってきました。お待たせいたしました。いや、すごい盛り上がり、本当にね、あのドラクエの関係者みんなと話したんですけども、全国いろんなとこもあってすごく盛り上がってました。でも東京はやっぱ別格に盛り上がってるなと、本当にあの皆様お待たせいたしました。今日は素敵なね、トークを、これから出ていただくゲストと一緒に、それね、繰り広げていきたいなと思いますので、早速、お呼びしたいなと思います。今回、ご登壇する方々です。どうぞお願いします。こんにちは。うわ、すごい、すごくないですか。やばいやばいやばい、いや、想像以上ですね。以上だよ。はい、おだって、1、2、3、4、5回、5回までいるぞ。5回までですよ。で、1回もね、すごい人、奥まで皆さんいらっしゃいます。見えてんのかなってぐらいのところにもいますけれども、よかったですね。これはやばい、最終日にこれだけ集まっていただいて、ね、嬉しいですね。でもこんだけ盛り上がって、本当皆さん倒れないようにちゃんと水分補給とかもね、本当に心配です。しっかりしながら、ね、体調ちょっと悪いなって方は近くのスタッフに声かけてもらっても大丈夫ですので、はい、楽しく最後までイベントでやっていきたいなと思います。はい、できればここから水を撒きたいぐらいです。あー、そう、アーティストみたいなことやりたいですね。いやー、でも堀さん、いよいよね、これフィナーレですけども、このツアーもどうですか、はい、これだけたくさんの人集まってくれて、すごいですよね、本当に ね盛り上がってますよね。盛り上がってますよ、ね、で、僕がユージです。堀ユージ。さっきのね、ユージっていうのは、はい、堀さんを早く出せってことだったんですかね、はい、ジョイとユージが違う形で揃うっていうね、はい、このイベントだけですから、はい、ねえ、いや、本当に発売まであと12日ということで、おー、そうですね、発売日発表のイベントをやったのが、まあ、3ヶ月ぐらい前でしたかね、あれは。そうですね、4月の11日ですね。4月から、はい、早いですね。あのジョイ君の滑りがもう懐かしいことの確かに ね、今日それをね、もう一度繰り返すかのように、これね、あのスライムアートプロジェクトで自分で作ったジーニアスライムというのをね、勝手に T シャツをね、机に黙って作って
来てきたというね。で、4月11日はこれを発表してね、はい、ダダ滑りしたっていう。滑りましたね、あれもね。ひどいスタートでしたけども、ね、懐かしいです。そこから3ヶ月経って、はい、皆さんとも仲良くなってこうやって素敵なツアー回ってきまして、本当に最終場所東京にね、はい、でも堀さん、はい、あっという間じゃなかったですか、この2ヶ月。結構あっという間ですね、ね、2ヶ月、本当に5月から始めて、はい、ね、もうすぐ発売ですからね。そうですね、はい、そうですね、これだけたくさんの人がね楽しみにしてくれてるということですからね。楽しみにしてるよって人、あー嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、ここで手上がらなかったら困りますからね。何人かいましたよ、何人かいましたね。ついついサボってあげなかった人もね、はい、あとね、あの全国いろいろ回ったんですけども、はい、全部のイベント参加した人っていますかね。いるか、全部はど、あ、うわ、いた、あ、いたいた、おい、いた、すごい、全部すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、どうも、すごい、すごい、え、東京以外から来たよって人もいます、結構今日東京から、東京以外から、ちょいちょい、やっぱ、ちょいちょい、やっぱ、いらっしゃる、嬉しいですね、ありがとうございます、はい、最終日にね、違う場所から駆けつけてくれてるということですからね、はい、はい、まあ、今日も本当に皆さん楽しんでいってほしいなと思いますので、じゃあ僕たち着席して、はい、イベントの方を進めていきたいなと思います、はいはい、どうもよろしくお願いします、よろしくお願いします。本当にすごいな、緊張するぐらい人集まっちゃいました。すごい、びっくりですけれども、はい、さあまずはこちらのパートからいきたいなと思います。ドラゴンクエスト11の基本情報をおさらいしていきたいなと思います。斉藤さん、よろしくお願いいたします、はい、もうなんかこれはずっと繰り返しやってきたんだよね、はい、ただ最後の1回なので、配信に関してはちゃんともう1回改めてご説明したいなと思います、はい、うん、皆さんもドラゴンクエスト11予約されましたか。はい、もうさ、もうみんな手上がりますよ、りました、ね、まだ予約されてない方いますか。いいんですよ、いいですよ、はい、その方たちのためにやりましょう。そうです、ここからね、はい、予約してもらうために、はい、うん、じゃあ改めましてドラゴンクエスト11なんですけれども、こちらです。出るかな、はい、出ましたね。7月29日土曜日発売です、はい、プレイステーション4版、任天堂 3DS 版が発売となります。はい、で続きまして、うん、実はこの2つのプレイステーション4版と任天堂 3DS 版が一つになったパッケージがあります。はい、じゃあうち、はい、はい、こちらはですね、まあ、価格は据え置きなんですけれども、勇者の剣ボックスという形で2つが1つにセットになったパッケージがあります。こちらも予約したって方いらっしゃいます。勇者はどうですか。ありがとうございます。多いですね、多分今ニコニコ生放送をご覧の皆様もご予約している方、あ、ボックス予約したよという方いらっしゃいます、ね、はい、なんかちょっと開けてみる。あ、見せましょうかね、中を。結構ね、しっかりした作りなんですよ。かっこいいですね、はい、いいですね、拍手が起こると思わない。ね、もうこの勢いで開けちゃおうか、1名様プレゼントしちゃうってね。はい、ね、というわけでこちらが勇者の剣ボックスとなりまして、はい、ローソン、HMV さん、あとはスクエニックスの e ストアでですね、ご予約できます。ただ、はい、Amazon でもご予約できるようになったということを聞いてますので、ぜひですね、ご興味ある方はご予約いただければなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。斉、はい、藤さん、ありがとうございます、はい、さあ、そしてね、ドラクエ11の作品情報もね、たくさん詰まりました、小冊子を会場で配布してます。皆さんもらったんじゃないでしょうか。はい、もらってますね、はい、そちらをね、ぜひね、じっくり帰ってから読んでみてください。そして会場に来れてないよという方は、ジャンププラスからデジタル版を無料でご覧いただけるということですので、ぜひチェックしてください、お願いいたします。さあ、そして続きまして本作の、作品内容について堀井さんに伺っていきたいんですけれども、はい、今回のストーリーね、もうみんな知ってるかなと思いますけれども、もう何回も喋ってるん で、ね、そうですね、もう知ってると思うんですけども、とりあえず改めてまとめますと、はい、今回あの物語は主人公が16歳になった誕生日から始まりますね、はい、で勇者であると、うん、でも今回ちょっと違うのは、なんと悪魔の子と呼ばれてしまうというね、はい、追われる勇者ということで物語が進んでいきます、はい、でですね、あのまた特徴的なのが PS4 と 3DS 両方でハードで出すという、うん、こういうことも初めてなんで、はい、で画面もですね、 3DS だと 2D から 3D、 それから PS4 の 3D っていうね、30年の歴史を感じさせるような、まあいろんなこう仕掛けというか面白いシステムになっているので、はい、ぜひそこを見比べてほしいと思いますね、はい、はい、ぜひね、皆さんに2ハードでプレイしてもらえたらね、そうですね、嬉しいですよね、はい、ここで言うのもなんなんですけど、よく完成しましたね、堀井さん、本当ね、本当ね、こう打ち始めね、すごいね、まだ発売が信じられないんですけど
斉藤さんが信じられないもうまだ信じられる。いや頑張りましたよ。でもそう、ね、はい、相当ね上がってるね、はい、うん、大変な作業をね。大変ですよ。単純にゲーム3本分作ってるという作業になりますもんね、はい、まあ、本当にでも僕だけじゃなくて、いろんな開発会社の皆さんはじめ、はい、スタッフ全員本当に全力投球。本当に今日の5階から見てますから、ね、メニュー班の宮地ってやつがね。あ、そうなんですか。見てます見てます。割と上の方から見るタイプなんですね。見てます、はい、1階じゃないんですね。そうなんですよそれがねもうあと12日で、はい、発売ですから。あと12日ですよ、はい、もうすぐですね、はい、すぐだ。しかもですね、あれですよ、やっぱ30年って歴史があるんでですね、はい、まあ、僕らとか鳥山さんとか杉山先生の古くからのスタッフと初めてですね、ウッチみたいに、はい、うん、子供の時にドラゴンクエスト遊んでたっていうスタッフから、はい、さらにですね、まだ30年前生まれてなかったっていうスタッフも非常にいたわけだから、そうですよね、20代の本当にね、30年の歴史っていうか、はい、いろんな人が考える思うドラゴンクエストっていうのを、はい、全部そのドラゴンクエスト11に詰め込んだっていう感じになってます、はい、本当に楽しみですよね。さあ、そしてなんか堀井さん、今回発売まであと12日ということで何か特別なものを、そうですね、持ってきていただけてると。どうしましょう、出しちゃいます。初公開でこれもう見せちゃおうかなと思って。初公開です、はい、皆さん出しちゃいますか。見せちゃいますか。はい、行っちゃいましょうか。これね、ドラゴンクエスト11が始まって初めて見るオープニング映像なんですけども、はい、これストーリーをちょっと垣間見れるというところで、お、はい、かなり詳しい状況に見えると思うので、ちょっと今までのプロモーションムービーで、はい、合間合間でちょこちょこ見えてたところはあるんですけど、うん、プロローグムービーとしては本当今日ここが初めて、はい、一貫の通したものは、本邦、はい、初公開と初公開ですということになってますので、それではじゃあ堀井さんの振りで VTR に入りたいと思います、はい、じゃあ映像お願いします。はい、ハハハハ。
い、というわけで、はい、以上ですね。いやみんな食い入るようにね見てましたけど、いろいろ気になることありますよ。まず前提として今コメントを見てたんですけど、こちらは、はい、プロローグムービーということで、ムービーなので、はい、プレイステーション4でも 3DS でも同じものが見れるので、そこはご安心ください。はい、はい、見れるということですね。はい、はい、さあこれだってでも言えることは多分少ないですよね。まあそうですね、でも見ていて、はい、ちょっと自分としては懐かしいと思っちゃいましたね。あ、音楽とかですか。なんだろう、堀井さんと一緒にこの、はい、なんですか、ムービーの内容を、プロローグの内容を、はい、一緒に作っている時のことをちょっと思い出して、はい、それがなんだろう、こう皆さんと一緒に共有できる日がついに来たんだなっていうので、ちょっと感動しました。うん、そうですよね、はい、作ってきてますからね。森さんもいろいろ言えないことが多いですよ。そうなんですよ、ね、コメント見たらいろいろね、もう皆さん書いてあって、いろいろ予想が出てきましたけど、はい、まだ言えないみたいな、はい、下手にこっちもちょっと質問できないんでね、はい、難しいですね。これからいろんな想像ができると思うんですけどね、はい、ろいろ堀井さんと冒頭の部分どうしましょうっていう話をさせてもらったんですけども、その中でやっぱり今回そのキャラクターの群像劇だったりとか、結構お話に力入れたいということだったので、その大河ドラマみたいな、なんかちょっと王道なんですけど、こう物語をこう大きいドラマを感じさせるようなストーリーにしようというところで、あの川からねこう赤ん坊が流れてきてっていうところをシーン入れたりとか、そうですね、はい。でもこれでプレイしていけば、いろんなことが点と点が線になっていくというか、こういうことだったのかっていうのがどん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 分かっていきますもんね。いろいろ気になるところは散りばめさせてもらったんですけど、それはまあもう全部ゲームやれば回収されていくね。あの赤ん坊は一体誰なんだろうとかね、まあ想像ついてると思う。あの赤ん坊は誰だったんでしょうね。普通にあざはありましたからね。そこは大丈夫な気がします。プロローグしか出てこないってことじゃないですよね。はいはい、大丈夫ですね、はい、ちゃんと出てきますもん ね、 あと音楽もね聞いていただいたと思うんですけども、うん、あれ、はい、その30年の歴史じゃないですけど、うん、オマージュじゃないですけど、そのあれはドラゴンクエスト2のカタストログっていう、はい、あのムーンブルクのね王女様のお城がこう襲われる時に使われてる、はい、音楽だったりするんですけど、それも今回同じようなシチュエーションだったので採用させてもらって、なるほど、知ってる人はあの曲かみたいな ねそういう感じになるのが狙いで、今回までいろんなところで懐かしい曲がね、はい、流れたり聴けたりしますもんね。そうですね、はい、いろいろ懐かしいですよね、はい、そういったところも楽しみにしていただきたいなと思います。さあそして斉藤さん、これだけじゃないんですよね。はい、ではですね、また新情報なんですけれども、はい、プレイステーション4、ニンテンドー 3DS のメニュー画面、それぞれ背景をドラゴンクエスト11カラーにできるんですけど、そうなんですね、その無料テーマがですね、発売11日前となる明日から手に入るようになります。おで早速なんですけど、まずは任天堂 3DS からこちらです。はい、見せてください。さあ今出てますね、画面に見えますか。かわいいですね。かわいいですよね、はい、うん、これは勇者ご一行様が、はい、はい、上にありますね。で下がドットになってますね。ドット絵いいですね、懐かしいですね、可愛いですよね。明日からこれに設定できると。そうなんです、いうことなんですね、はい、うん、ドットもねちゃんとねキャラクターの特徴捉えてて、誰が誰か分かりますよね。そうですね、しっかり分かるようになってますね、可愛、はい、いですよね、それぞれね、はい、こう見るとベロニカがドットになるとちょっとみんなと背が揃い始めてていい感じですね。あ、確かにそうですね、上だとかなりちっちゃいですね。上だと半分ぐらいしかないですから、ね、身長差もね、これならごまかせるんですね。はい、じゃあ続きましてはですね、はい、プレイステーション4版こちらです。これは堀さん、酒場のシーンですね。そうですね、いいシーンですよね。みんなそれぞれキャラクターが出てて、はい、実際これにね、ちょっとコマンドのアイコンが入ったりする、ね、そうですね、はい、うんうんうん、今日はねアイコン外して皆さんに見えやすい形にしてます。ちゃんと見えやすいように、これねアイコンが入るんで、シルビアがちょっとね頭下げてるっていうのはね、ちゃんとアイコン外してるみたいなところがあって、ああそうなんですね、はい、結構そのメニューとアイコンと被っちゃって、そう、はい、大変だったんですけども、シルビアもっと下にしてみたいなことをやりながら作ったんですよ、はいはい、あとはそうですね、絵の中でカミューがねテーブルの上にドンって足乗せてるんですけど、はい、これがお行儀が悪いんじゃないかっていうところで、これ足の位置何度か直したそうだったんですけど、カミューらしくもあったんで、はい、これはシルビアが何やってんのよって注意してるところで収めました。あ、これ注意してるんですか。そう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 、本当にそう、後から乗っけたストーリーじゃないですよね。違いますね、はい、注意してるんですね。いろんなドラマが、ね、入ってるそうで、ね、はい、下ろさなそうですね、足でもね、はい、で楽しげな酒場のワンシーンっていうところで、はいはい、これがプレイステーション4の無料テーマです、ね、このジョッキがまた可愛いね。スライムの、ね、デザインになってて出てくれないかな。
ねえ、俺が言うのもおかしな話。これ発売、確かにこれ発売してほしいですね。ね、いいですよね。はい、で、プレイステーション4は上と下で画面が変わるんですよ。はい、うん、で、上にするとこうなります。じゃん。どん。これはこれでかっこいいですよね。おー、これは王という声が。なんかちょっとね、どこのファッション誌だよ。面のみたいになってますけど。モノトーン風でもあって。はい、かっこいいこれ。感じですよね。はい。いいですね。みんなクールな表情。ローとかもモデル気取りでちょっと立ってますもんね。なかなかね、ドラゴンクエストあんまりこういう形やらないんですけど、そうですね、今回ね、プレイステーション4のそのなんで良さっていうか、はい、特徴を生かしてこういう形で。これスライムもスライムなりに格好つけてるんですかね、今。そう、スライムだけなんか浮いた感じになってますよ。ちょっとポージングが取れないんでね。でもやっぱこのスライムがいるからやっぱドラゴンクエストっていう感じで、ね、そうですね、するのかなっていうのは少しありますね。はい、でもシルビアの格好はたまにジョイクやる格好だと。僕は結構モデルやるときにこの、まあ、モデルやるときにってほぼ仕事ないですけどね、モデルのたまにいただくときに、ね、割とこれは首を痛めたポーズね。首痛めたわけじゃないですよ、これ。首痛めたポーズ。ちょっと格好つけてるんですよ。はい、これ素敵ですね。なんでね、そのさっき見せお見せした下画面と上画面でそれぞれなんかちょっと、はい、特徴出ていると思うので、はい、切り替えたりして、はい、楽しんでもらえればと思います。そうですね、はい、今お見せしたものはですね、プレイステーションストア、そして任天堂 e ショップで明日からダウンロードできるようになります。皆さんぜひチェックしてください。お願いいたします。はい、それとですね、まだまだあるんですよ。ちなみにキャラクターのツイッターアイコン、あとは先ほどのアートを使ったスマホ用の壁紙なども、このステージが終わった後、ファンキットとして公式サイトで配信が始まりますので、そちらもぜひチェックしてください。発売までね、皆さんでこのツイッターアイコンをこれに変えて盛り上がったりとかもできると思いますので ね、 そうですね、はい、皆さん今コメントで、ね、ベロニカ一択とかね、いろいろ書いてますね。俺は何がいいとかっていうのがね、はい、そうはね、ローはね、ローは割とみんな使わないんじゃないかな。そんなことないよ。何を言ってんの。あ、今ローファンを敵に回しました。今日本のローに、いやだからローファン2000万人を敵に回したで。何人います。そんないたんすか、ローのファン。ちょっと口が滑りましたね。ちょっと思ったより多かったですね。いるよ。相当敵に回しましたよ。狙い目ですよって言おうとしたんです。なるほど。そうですね、はいはい、まあ、自分の好きなキャラクターを設定して、はい、いただいてというところですかね。はい、はい、さあ、そしてここからですね、この夏皆様にお楽しみいただける情報をたっぷりお届けしていきます。題してドラゴンクエストの夏がやってきた。イエーイ。はーい、これ盛りだくさんなんですよね、斉藤さん。本当に、ね、盛りだくさんで、まあ今日も多分おそらく堀井さんに会いに来てる方もいっぱいいると思うんですけど、はい、まだまだ今日だけじゃなくて、うん、この夏はいろいろドラゴンクエストで盛り上がっていくぞっていうイベントがあるので、はい、そこをご紹介したいなと思います。はい、まずはドラゴンクエスト11夏のイベント情報、こちらイベントカレンダーがね今出てますけれども、全部で4つあるということで、一つ一つ見ていきたいなと思います。まず最初、1つ目からいきたいと思います。ドラゴンクエストお台場エキスポ2017、お台場フジテレビの夏のイベント、お台場みんなの夢大陸にドラゴンクエストが出展します。発売日の7月29日からはドラゴンクエスト11の私有があるほか、グッズや他のドラクエタイトルの出展もあります。さあ続いて、超汐留パラダイス2017サマー、汐留日本テレビの夏のイベントにも参加します。7月31日から8月13日の2週間、ドラゴンクエスト11の私有やこの会場にもいる、巨大キングスライムのフォトスポットが楽しめます。はい、さあ、そうですね、はい、ここはおそらく発売後のイベントは結構あるので、うん、3DS をお持ちの方ですれ違いを狙いに行くなら、ここのスポットはいいんじゃないですかね。そうですよね、いろんな人訪れてますから、はい、めちゃめちゃすれ違うと思いますよ、はい、そうですよ ね、 ね、もうすれ違わなくてもですよ ね、 ね、もうどこまで住んだかも分かるんで、 あ、ね、こんな住んでるやとかね。そうですよ、私は全部縛りプレイの状態ですれ違いがしますそうそうそう、縛ってここまで行ってるのみたいな ね、はい、ね、相当ド M だなって人をね発見してほしいんですけどね、はい、全縛りプレイで、要するに全部縛りプレイだったぞっていうのをね地味に広めていきたいと思います斉藤さんそうなんですね、やっぱ頑張りますよ全部縛りプレイでプレイするということですか。はい、さあ続きまして、ジャンプビクトリーカーニバル2017、7月22日に東京、発売日の29日に大阪で開催しますが、これは完全招待制となります。詳細は公式ホームページをご確認ください。そして最後はドラゴンクエスト夏祭り2017、ドラゴンクエストタイトルが大集結するこのイベント、ドラゴンクエスト11の開発者の座談会、ゲーム実況者の長時間連続プレイブース、ドラゴンクエストグッズの物販もあります。はい、
はい、ちなみにあの夏祭りいらっしゃいますって方います？ありがとうございます。実はこちらも招待制でもうチケットの方は締め切っているんですけれども、ニコニコ生放送ですとかで、あの実況ブースやステージの生配信がありますので、あの涼しい家の中でねゆっくり見ていただくっていうのもありかなと思いますので、はい、まあ、そこはあの肩を落とさずぜひですね、うん、ステージ実況ブースを楽しみにしていただきたいなと思います。はい、堀井さんもねいらっしゃいますよね。そうですね、当然ねイレブンのあのコーナーもあるんで、はいはい、この時話せる開発者とかもねいろいろね話せると思いますうちね。はい、はいはい、そうですね、はい、そうですよね、まあ、発売後なんで堀井さんもその時ならどん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 話せる内容で、ね、ストーリーも結構ね、言っちゃって大丈夫かなみたいなのがあるんで、はいはい、まあ、前半の方はね言っても大丈夫かもしれないですね。結構皆さんとねあのここまで進んだよみたいなのを共有しながらお話できたらいいかなと今はちょっと考えてた。バランスを見ながらトークしていただくということで、はいはいはい、僕も行きますし、あ、うっちーさんもあとあの、はい、プロデューサーの岡本横田も、はい、一緒に出て、はい、開発秘話じゃないですけど、はい、この時だから話せるね、トークをしたいなと思いますので、はい、どういう喧嘩をしたかとかを聞きたいじゃないかな。まあ当然そういうのもあったでしょうね。喧嘩してるみたいになってますけどそんなにしてないです。仲いいですからね。あ、そうなんですね。3人仲いいですから、仲良かったらないとね、なかなか出来上が完成しないですからね。そうですよね。しっかり仲の良さ、はい、そうそう、むしろそっちをね、はい、アピールしようかな。まあ、もちろんほら面白くしようっていうところでね、みんな意見を出し合いながら作ってきたのでね、そういう話が多分できたら面白いんじゃないかな、はいはい、ポジティブな、ね、ぶつかり合いはあったかもしれないので、はい、そうですね、はい、まあ、いろいろ あったので、うん、あのまたその時に、はいはい、じゃあどんな話が飛び出すのか皆様楽しみですね、はい、そして配信ページは、近日夏祭りの特設サイトで更新しますので、そちらをご覧ください。よろしくお願いいたします。さあ続きましてのドラクエの夏はドラゴンクエストタイトルコラボレーション、こちらね、たくさんあります、はい、まずは、ドラゴンクエスト11発売までの11日をカウントダウンする4つのタイトルから、こちら、ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト、スマホで遊べるドラクエモンスターズシリーズということですね、毎日ジェムがもらえたり、29日には福引き券、はい、福引き券、うん、で、あの盾ごと、そうですね、はい、あのこちらの11からあの11に登場するセーニャっていうキャラクターの盾ごとを、はい、あのコラボレーションということでアイテムとして登場させています。はい、はいはい、こちらあのこのスーパーライトの中でもらえるものになってます。はい、ぜひ皆さんもらってください、お願いします。さあ続きまして星のドラゴンクエスト、こちらも毎日ジェムがもらえます。星ドラでは、主人公の装備も手に入るんですよね。はい、イレブン君がめちゃめちゃ可愛い感じになってますけど、そうですね、はい、また星ドラだとね、はい、可愛い感じ、はい、あのこれ注目してほしいのは衣装だけじゃなくて、はい、このあざですね、紋章、これもちゃんと再現してますので、さっきの赤ちゃんの手にも、あ、いっちゃった、あー、ダメだよダメだよダメですか。いやでもみんな気づいてましたけど、気づいてる気づいてる気づいてるね、これはね、まあ、みんな気づいてる、気づいてる、ありましたけど、あざあったけど、はい、よくあるあざですもんね。でもそうそうそう、このタイプのあざはね、そう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 、そう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 、珍しくはないですからね、はいはい、そうですそうです、はい、さあどんどん参りましょう、スマホそしてブラウザで遊べるドラゴンクエストどこでもモンスターパレードと、ドラゴンクエストモンスターパレード、どちらでもお得なプレゼントがもらえます。これ肉っていうのはモンスターをスカウトしやすくなるアイテムなので、はい、この機会に始める、まだ始めてない方も始めれば強いモンスタースカウトできるんで、ね、ぜひ、はい、霜降り肉使うと結構な確率で仲間になるんで、はい、本当ね、こうバンバンこの機会に仲間にしてもらえたと思いますね。はい、はい、そうですね、あのコラボレーション企画であのカウントダウンまでの間ジェムだったりこういうお肉だったりたくさんもらえるのでね、ぜひこのタイトルやってもらえるといいなと思います。はい、はいはい、みんなで盛り上がっていきましょうってことですね。はい、はい、さあ、続いてはドラゴンクエスト10です。ここはね斉藤さんにお願いします。はい、ドラゴンクエスト10の世界にですねドラゴンクエスト11のシルビアとクルッチがやってきます。シルビア分かりますかね。はい、あそこに出てますねロゴの横にね。はい、で、まず第1弾ではドラゴンクエスト11をモチーフにした装備品、仕草、家具などの豪華なアイテムがもらえるイベントが行われます。はい、で第2弾では11の復活の呪文を使った仕掛けがあるので、うん、11を進めながら10にもログインしてもらえるといいことがあるかなと。はい、これ結構面白いね仕掛けなのでね、ぜひ、ね、10のゲーム中でも復活呪文を入れられるってことですよね。そうですね、10のところに入れると何かが起きるという、はい、そうそうそう、はい、それ皆さんじゃあ入れていただいてというところですかね、はい、お願いします。はい、
さあ最後はアーケードゲーム戦えドラゴンクエスト、スキャンバトラーズです。こちらではコラボスペシャルチケット剣の舞がもらえます。さあ、これ剣の舞っていうのはイレブンでも、ね、出てきますもんね。そうですね、はいはい、これあの主人公が使う特技でですね、はい、敵1グループをもう無差別に切りまくるっていう特技なんですけども、はい、あのスキルパネルっていうねスキルを取得するパネルの中でもかなり上位の技で、はい、かなり強くてかっこいい技なので、はい、これも強いんじゃないでしょうかと思います。はい、はい、実はねあのこの名称をもうあの採用した時に、はい、イメージしたシーンもあるんですよ。あ、そうなんですか。あんま言ってなかったんですけど実はですねこれ僕の頭の中にですね、藤原の鎌足と中野大江の王子が、そこのイルカを倒した時のシーンを込み上げながら、次の舞っていう名称を、そうなんですよ。そうなんですか、ちゃんとそういうのがあったんですか。初めて聞いてちょっとびっくりしてます。斉藤さんたちも初めて、我々も初めて聞きましたね。びっくりだったんですね、堀さん。それじゃあ堀さんの頭の中にしか今までなかったんですね。僕らはね、本当にドラゴンクエストのセブンのねとかね、昔の剣の舞っていう技でね、こういう技かと思ったんですけど、そんなイメージがありましたね、僕ね。これもね、初公開の情報というかね、そうだったんだってね思いましたけども、はい、さあそれでは、参りましょうか。ゲームコラボの情報は以上ですかね、はいはい、次ゲーム以外ですかね、はい、はい、まあ詳細はですね公式サイトか各タイトルのゲームの中で確認してください。お願いいたします。それではゲーム以外のドラゴンクエスト11コラボレーション、まずはじめに紹介するのはスクエアエニックスカフェとのコラボレーションです。これはねもういろんな方からやんないの、はい、やんないのって言われてたんですけど、ようやくなんと7月29日から9月1日まで、はい、丸々1ヶ月ぐらいですかねこれ、うん、ドラゴンクエスト11がそのまるっとこのカフェがドラゴンクエスト11になるという、はい、の世界観になるというものが行われます。はい、でまあ、第1期第2期第3期という形で、まあ、時間入れ替え制でこちら予約をしていただくことになるんですけども、うん、店内外の装飾やらオリジナルメニューやらドリンク販売カフェ限定グッズ販売などがありますので、はい、こちらねぜひ遊びに来てもらいたいんですよね。はい、はい、さあここがですね7月29日からドラクエイレブンの仕様になるということですね。はい、で内川さんがこの間メニューの試食してきたという話聞きましたけど、はい、本当につい最近試食してきました。画面出ますか。メニューを一部お見せしようかなと思うんですけど、はい、こんな感じですね。美味しそうですよね。おお、向こうからね時の化身ヨッチ族のね、はいはい、スイーツですね。スイーツだったり、うん、あとはグレイグの黒い鎧をイメージしたあの黒いそうですね、なんだ ベーコンのパンだ、ね、カチカチ黒パンっていうメニューだったり、うん、カチカチ黒パン、グレイグはカチカチ黒パン、うん、で、ホメロスの方は下のホメロスの方は白いあのイメージなので、はい、あのふわふわ白パンっていう、うん、上はあのがっつりあの食事メニューで、はい、下はあのスイーツのメニューのデザート系のメニューになってます。甘い感じですよね。はい、はい、なんでそれぞれキャラをね、出しながら、うん、あのメニュー考えたりとか、はい、あと他にもですねあのマップに紐づいたメニューだったりとか、うん、あの何ですかねそのドラゴンクエスト11の世界観をちゃんとこう、はい、我々の方で見てですね、うん、あのメニューにちゃんと美味しくて楽しめるものっていうのを用意してますので、はい、ぜひあのお足を運んでいただければと思います。はい、いろんなメニューを皆さんに楽しんでほしいなと。これでも改めて気づいたんですけど、はい、一部のメニューをご紹介するのになんでグレイグとホメロスなんだろう。確かに確かに他にもうちょっといたんじゃないかと思うんだけど、まあまあまあこれあのこの後に、うん、あこの後にというかこのじゃあ次にですねじゃ あ, あるのかあるのドリンクのメニューもこれだけじゃなくてあるのでるこちらもちょっと画面出してもらいます。ドリンクメニューはいこんな感じで普通の仲間のキャラの方はですねドリンクの方に振ってたのでそうなんですね、はい、こちらで使ってますカミューとねベロニカがはい、はい、いますけどもそれぞれね、はいカミとベロニカそれぞれ何ですか、ね、テーマカラーみたいなカミだったら髪の毛の青さだったりとかほうほうほうベロニカだったら服の赤いやつだったりそういうのをイメージしたドリンクがそれぞ れです、ねはい、あの仲間キャラに、うん、あのイメージに合ったドリンクがあったりするので、はいこちらも注目ですね、はい、ちなみにこの右の方にあるのは何ですか、はい、これはあのドリンクをですね、はい、注文していただくとランダムでになるんですけどもあのそれぞれのキャラのコースターコースターにサンプルがあるんですよ、はいちょっと今全部貼っつけちゃってるんですけど、はい、こんな感じですね、見えます、はい、これはランダムなんですね。はい、これランダムになります。これをじゃあ、カミューのドリンクを頼んだからカミューってわけではないわけですね。そうですね、はい、そうなんですよ。あの、裏返しにして渡してきてくれるので、はい、開けてお楽しみが増えるという、うん、
これコンプリートしたいですよね。コンプリートしたい、はい、ですよね。なんで、まあ、お友達誘ってたくさん大勢の方で行って、水滴つけたくないです、うん、もしかしたらじゃあそれはそれで、そうですよね、持って帰っていただいて、もうだからこれ、はい、あのそうなんですよ、コースターなんだけど誰も引いてないですまあそうでしょ、ポケットにしまいます絶対そうなりますよね、はいはい、ではい、ドリンクはね、こういうコースターなんですけども、実はですね、はい、メニューも頼めばオリジナルランチョンマットをもらえるんですよ。ランチョンマット、今日3種類だけちょっと持ってきたんで、はい、あ、見せてください、堀さん。さあ、オリジナルメニューを頼むとランチョンマットがもらえるということで、わー、いいっすね。ねえ、ちょっとこの 2D モードのが出た時に思わずおーとみんな言いましたけど、やっぱ懐かしさがあるのかな。これも欲しいな、全部全部魅力的ですね、これね。はい、これはいいですね。1期から3期の、うん、なんですか、期日に応じて変わるっていうことですか、ね、どうなんだろう、種何種類か、何種類かあると思うんだけどね、ちょっとそこら辺詳細また分かり次第、はい、またいろいろ増えてくる、ね、はい、これ以外といろいろあるんで、あります、ね、実際お店に来てのお楽しみというか、はい、これは行くしかないですね、はい、あとあれなんですよ、ここ そのスクエニカフェがいわゆるドラゴンクエスト9ですれ違いの聖地と呼ばれていた、はい、秋葉原 そのヨドバシカメラの1階なので、はい、本当それこそ 3DS を持ってくれば絶対にすれ違いますね。そうですね、あ、そうですよね、はい、まあ、ドラクエ好きが集まってます。9、ね、の時ね、僕も行きましたから、実はここにすれ違いに。え、プライベートですか？プライベートで行きました。堀さん実は行ってるんですよね。結構行ってるんですよ。じゃあ今回ももしかしたらタイミングが良ければ堀さんに会える可能性、そう、会えるか分かんないですね、うん、意外と僕バレないんで、そんなことないんですよいや、ドラクエファン一撃で気づきますけどね、はい、いやいやいや、分かんないですよ。本当ですか、はい、堀さん前ドラゴンクエスト10でちょっと喫茶店のコラボした時も、うん、普通にお客さんと一緒に10遊んでましたからと思って、わあ、それは貴重な経験になりますね、はいはい、じゃあぜひ皆さん行っていただいて堀座に会うチャンスがあるかもしれません、はい、さあ、そして店内ではこの他にカフェ限定グッズの、販売もあるということです、特設ページ近々公開予定とのことなので続報をお待ちください。お願いいたします。さあ、続いても熱い情報です。アトレ秋葉原とのコラボレーション、そして秋葉原の街を舞台にしたスタンプラリーです。これはですね、秋葉原を回ってもらえると、なんとここ の画面の左下にあるこのロトとロトの剣と、スライムがセットになったピンバッジがもらえまして、結構な数作っているので大丈夫だと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと数に限りがあるんですが、さっき聞いた数だったらまあ大丈夫ですかね。そうですね、うん、結構作ってるんで、はい、そんななくなることはないと思うんですけど、はい、まあ、なるべく早くやった方がいいのかなみたいな、そうですね、はい、こちらもぜひ私は堀さんと一緒に回ろうと思って、そうですね、行きたいですね、はい、オーカフェも行きたいし、すれ違いもしたいし、サンプライもしたい、はい、うちも行こうよ。そうです ね、はい、僕もぜひ行かせてもらいます。そうですね、すれ違い、さっきの、ね、すれ違いの話も出ましたけど、はい、ここもきっとたくさんのファンの方いらっしゃると思うので、はい、そうですね、そうですよね、スリー DS ぜひ持ってね、すれ違ってもらえればと思います。はい、はい、僕は誘われなかったですね、今ね行きましょう、いいんですか、行って WU 字で WU 字WU じゃないですよ、俺さん WU 字ですね、俺を U 字だと思ってたんですか全国ごと回ってきたのに、まだね、名前を覚えられてなかったっていう、最終日まで気づいてなかったのかでもぜひぜひ一緒に行きたいですけどね、はい、はい、お願いいたします。さあ、次はちょっと変わった、コラボ情報ということですね。ドラゴンクエストのマスコットキャラスライムをデザインしてもらえるネイルサービスが7月29日から全国のネイルクイックさんで実施されます。はい、ネイルクリック、これは俺やりますから、はい、やるんすか。やります、やります。斉藤さんやるんすか、これ。これをやってコラボカフェに行って、はい、スタンプラリーはします。もう本気のドラクエファンです ねすごいですね、はい、大好きじゃないですか斉藤さん、ドラクエ、はい、大好きですよ、ね、負けてられない。これは男子も大丈夫ですか、ネイルも。大丈夫です、もう大丈夫、やっちゃって分かんない、怒られるかもしれないけど大丈夫ですいや、まあ大丈夫ですよね、だってやりたい人もいるでしょう。いや、そうですよ、結構いるんじゃないですか ねえ、おしゃれですからポイントでね、うん、ネイルのおしゃれしてみていいんじゃないでしょうか、ね、全国のネイルクイックさんですからね、皆さんぜひチェックしてください。近くの店舗にてご予約の上デザインしてもらってください、お願いいたします。さあ、結構いろいろ話してきましたが、皆さんちゃんと水分補給してます？大丈夫ですか？ OK？ OK？ 飲んでる素振りなかった人が OK って言ってますよ大丈夫かな、ちゃんとみんな飲んでね、はい、本当に倒れないように気をつけながらやっていきましょう。はい、さあ次はこちらです。番組情報、まずは、ほっかほかだね V ジャンプ、
これはもう明日ということです。明日の19時から斉藤さんと内川さんが出演するんですね。はい、はい、明日の19時からですね、はい、V ジャンプの斉藤 V さんと、うん、アメザリの平井さんと結構ゆるいトークを、そうですね、はい、質問をもらってそれに答えるっていうのを今企画していまして、はいはい、あんまり喋りすぎないよね。はい、わかりました、はい、そうですね、そうですね、まあ、発売直前なんでね、あんまり言っちゃうと、せっかくね、はい、楽しみにしてるお客様もね、はい、その楽しみ奪っちゃうことになっちゃ う、ドラゴンクエスト11の話は一切しない方向でやろう。いや、してくださいよ。もうなんか斉藤さんともう全部嘘を話そうかっていう話をしたぐらい嘘を話す、嘘を話す、本当を混ぜて想像だけで話す、想像だけで話す、想像で、有罪になりきって話してる、ね、そうそう、ね、どっかに本当がじゃあ散りばめられるかもしれないですね。まあまあちゃんと答えますけど、本当はそうですよね。19時からですね、明日の皆さんぜひ見てください、お願いいたします。そしてこちらも注目です。杉山先生のドラゴンクエスト11のコンサートということです。はい、こちらは斉藤さん、はい、チケットはこちらね、まあ、毎回毎回毎年毎年そうなんですけど、はい、この、 ファミリークラシックコンサートはですね、チケットがあっという間に売り切れてしまいますので、はい、ニコニコ生放送で公演をですね配信していただけることになりましたので、おおすごい、ネットチケット自体は好評発売中となってますので、うん、ぜひですねニコニコ生放送のページをご確認いただいて、もちろんね生には勝てないかもしれないですけど、はい、ニコニコ生放送がめちゃめちゃ気合い入れていい音にするって言ってるんで、これね前回も本当にいい音で、いけなくても絶対に聞く価値はあると思いますので、うん、こちら聞いてもらいたいなと思ってます。はい、はいはい、ぜひイレブンの、ね、曲も、ね、ここ で、ね、そうですよ、オースケット初公開です よ、 ですよ、はい、ですね、はいはい、楽しみですよね、本当に、ね、はい、ぜひ行けない方はニコニコ生放送でチェックしてください、お願いいたします。こちらね直前の17時から、うん、一応今確定では、椿彩菜さんと私で、はい、事前 の、 これから始まるよっていう放送をしようと思ってますので、こちらも楽屋生放送ってやつですね、これも2回ぐらいかなやってるんで、そちらもぜひ見ていただければいいなと思います。はい、はい、それもニコ生で、そうです、見れるんですね。はい、はい、ぜひ皆さん見てください、お願いいたします。さあそして皆さんやっちゃいますよ、ドラゴンクエスト11発売前夜カウントダウン生放送、7月28日の、夜23時から発売直前の1時間カウントダウン生放送という形で発売を迎える番組でございます。みんなでね発売を一緒にお祝いしようということで、僕はねMC をまたやらせていただきます。ありがとうございます。 そして、はい、うん、あれまだユージ来ないのこれ、はい、まだジョイ君だけなのこれ、ユージ行きますよ、僕行きます、堀さんがユージ、こっちの、はい、こっちの大物のユージの方、はい、すごいですからね、本当、え、ユージは来ないですよ、ハーフのユージは来ないですからね、ジョイですからね、あくまでも MC はあくまでもジョイなんですね。でもな、当日なジョイ君がユージに勝ってたら面白いですね。そうですね寄せてきますじゃあ単発にして、はい、寄せてくるんですね、寄せてくる、それか誘ったらあいつ本当に来ると思うんで連絡してみます、はい、まあ、堀さんもいらっしゃるんでみんなで楽しく生放送ね、そうですね、実はシーの時はこういうことやってなかったんで、はい、本当にね並んだ時僕自転車で見に行ったんですよ。あ、そうなんですか、並んでるのだから今回も自転車で行こうかなみたいな、あ、それ行かないけど、ええ、12時29日のね、はい、気をまたいだところからもう発売出して、そうです、ね、はい、もうプレイできるので、はい、深夜になっちゃうんですよね、うん、そう、深夜ですね、でもこうやってみんなで発売待てるっていうのは嬉しいです。やっぱり一人だと本当にそわそわしちゃったりするんですよね、そうなんですよね、はいはい、なのでぜひ皆さんそちらのねカウントダウン生放送も見ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、本日たくさんの情報をお届けしてまいりましたが、終わりの時間が、もう迫ってきてしまいました。この後ねまた16時から、我々は最後のステージをね、残しておりますけれども、 YouTube そしてニコニコ動画をご覧の皆様は、カウントダウンカーニバル、こちらでフィナーレを迎えます。ご都市のね体験会に来場してくださった皆様、配信をご覧いただいた皆様に一言ずつ、いただきたいんですけれども、まずは内川さんからお願いいたします。はい、こんな暑い中本当にこのたくさんの人に来ていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございました。で、30周年の、ね、締めくくりでドラゴンクエスト11がいよいよ発売になるんですけども、本当に、ね、これ30年の歴史を感じられるタイトルになってますので、はい、本当にこのお祭りの感じをですね皆さんと共有して楽しんでいきたいと思います。はい、はい、発売までこれからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、内川さんありがとうございます。
さあ、続きまして斉藤さんお願いいたします。はい、本当にですね、こんだけ暑い中 こんなに多くの皆さんにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。で、多分こちらに向かっている途中だった方もいるのかなっていうのが、今日朝9時から実はテレビコマーシャルの発表会をやっておりまして、もうご覧になられた方います？まだ見てない。ああ、やっぱり会場に来られた方ってまだ見れてない方多いですね、うん、もしか見れててもスマートフォンでしか見れてないとか、はい、見たいですか？どうですか、コマーシャル。今見たい、見たい。いや、見たいですよね。多分後ろがざわざわしていると思うんですけども、はい、じゃあ見せられれば見せちゃいましょうか ね、 いいんですか。はい、ね、いろんなパターンありますもんね。そうそう、よくできてますよ、はいはい、タレントさんのバージョンが5本、ゲーム画面を中心にした構成のものが2本、計7本ありますので、はい、それではですね、続けて一気に連続で7本皆さんにご覧いただきたいなと思います、うん、せっかくなんでね、大きい画面でね、はい、はい、それではどうぞ。メーラーヒーロー、どうだ。何がですか。いや、ドラクエイレブン、こうやってやろうと思ってさ。ドラゴンクエスト11、7月29日発売。いよいよ7月29日から2週間ホテル押さえてくれ、はい、あとドラクエ11入れといて。こぼる気ですね。それから嫁には内緒だドラゴンクエスト11、7月29日発売。使えるんだ。どっちかな。何が。ドラクエだよ。 PS4 か 3DS か。超迷う。やばいやばい。ああ、どっちもやりたいの。両方買えばダブル。ドラゴンクエスト11、7月29日発売。ダブル。僕の悪魔が目覚める前に。オッケー。ドラクエイレブンの勇者も悪魔の子って呼ばれてるんだって勇者なのにだよ。ドラゴンクエストイレブン、7月29日発売。やりてー。次のドラクエ PS4 と 3DS だって。エリカには選べないよ。エリカ、これがイレブンのやり方か。ドラゴンクエストイレブン、7月29日発売。メガンカ。なぜ勇者は悪魔の子と呼ばれたのか、その答えを求める冒険はやがて世界の大いなる真実へとつながる。ドラゴンクエスト11、7月29日発売。なぜ勇者は悪魔の子と呼ばれたのか、その答えを求める冒険はやがて世界の大いなる真実へとつながる。ドラゴンクエスト11、7月29日発売。はい、一気に7本ご覧いただきました。豪華ですね。豪華ですよ。すごくないですか。堀井さん、収録立ち会った。そうですね、本田さんといろいろ立ち会ったんですけど、はい、やっぱりね、本田さんのスライムのさっき作りましたよね。可愛いですね。ネイルですね。あとね、唐沢さんとかね、藤原さんも結構キャラクター性が出て、はい、すごい良かったですよね、CM。そうですね。で、ゆいぴーはメガンテ唱えちゃったんで、もう星になったんですよね、プレイできないですね。いろいろなパターンがあって、はい、面白かったですね。面白かった、はい、そうそうそう。これはテレビで流れたら見ちゃうな。そうですね、はい、これは来週22日より放送が始まる、はい、ということですので、はいはいはい、22だっけ。21か。22ですね、はい、21、あ、台本と違う、ね、21からなんです。21日の金曜日からオンエアが始まりますね、はいはい、21日ということです。皆様すみませんでした。お楽しみにしていてください、はい、さあ斉藤さん、もうどうですか、言い残したことございませんか。そうですね、私もやっぱり長いその札幌だけ行けなかったのは心残りなんですけど、これ最後、ね、東京でこうやって皆さんにお会いできて本当に嬉しく思っております、はい、本当にありがとうございます。で、このですね、カウントダウンカーニバルにお付き合いいただいたジョイ君からも最後にですね、はい、何か感想などを一言いただければ嬉しいなと思います。感想、そうですね、はい、今コメントもいっぱい来てましたけども、CM に使われなかったんだな、ジョイはという、
いや、ちょっと映ってなかった。映ってねえよ。どれも俺撮影してない。あの唐沢さんの後ろの方にいなかったんですよ。エキストロットってやったのね。まあ CM は本当一流が出てますので、僕みたいなもう八流はね、こういった仕事で。いやいや、全国本当にありがとう。いやいや、本当に楽しかった。ジョイさんの気さくなキャラでね、すごい会場盛り上がってね、僕すごい嬉しかったです。だんだん皆さんとも仲良くなったんですけれども、まあ本当にこうしてすごく歴史のあるドラゴンクエストという作品ね、もう30年以上続くゲームですけども、こうやって仕事で自分が携わる日が来るなんていうのは思ってなかったので、すごく本当毎回毎ステージ感動しながら僕もやってましたので、本当に皆様にありがとうございますということを言いたいですね。はい、普通のコメントでごめんなさい。はい、本当に嬉しかったですよね。はい、ありがとうございます。僕もみんなと一緒にね、発売楽しみにしてますので、はい。さあ、そして、最後に堀井さんから、皆様に一言お願いいたします。そうですね、本当にね、皆さんね、ありがとうございます。5月の大阪から始まって、福岡、名古屋、札幌とね、はい、もういろんなとこ回って、こういうふうにね、僕巡業するの初めてだったんですけども、ね、こうやってですね、実際応援してくれる皆さんの顔を見ることができて本当に嬉しかったです。はい、もうね、ドラゴンクエストはね、こういうふうに応援してくださる皆さんの支えと、あと愛されてるなと思って、はい、すごい本当感謝の気持ちでいっぱいです。うん、本当にありがとうございます。これからもドラゴンクエストをどうかよろしくお願いしますね。はい、ありがとうございます。さあ、それでは以上をもちましてスペシャルステージは終了となります。ご来場いただきました皆様、ニコニコ生放送 YouTube ライブ、ご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。発売お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。